解答春日に引き続き回答をやっていこうぜということで、俺のことをどんだけ知ってるかって話ですよね、お前らがな。カイちゃん話いっぱいしてくれるから。そうそう、自分の話結構するから。キモ。なんかもうすでに俺は質問に答えているんですが、相当難易度高いです。もう3年半濃い時間を過ごしてきたんで、1位になる自信マジであります。小林が一番 YouTuber 長い、まあ、春ちゃん付き合い的には一番長いし、まあ、水はもうどうでもいい。それが強い、それが強い。全部で10問あるんで、はい、まあ、またドベの人は愛を伝えてください。そう、日々の感謝だったり、ね、好きなのがあったり、愛を伝えてということで、早速やっていきましょう。それじゃあ回答やっていくよ。じゃあ回答を始めていきたいと思います。第1問、カイトのベンチプレスマックス重量はいくつでしょう。死ぬほど言ってるよね。いろんな人にも聞かれるから。うわ、忘れちゃった。悩む質問かこれ。マックスね。うん、マックス。え、じゃあ自信のあるみぞから。135。うわー惜しい。130。135。え、これ絶対そう。うわ、135。じゃあ答え見ていきますか。135。みぞこが正解です。そう、惜しかったね。でもはるか意外とみぞと小林は1ポイント、はい、うわやばい、これやばいな、あの胸のおかしい。第2問、はい、カイトの弟の名前を漢字で書きなさい。このは見たことないわ俺も。でも勝手にこうだと思ってた。これはイージーだよ、こんなのマジで。だよね。2問目のものじゃねえだろこれ絶対。1問目だよね多分。できましたか。はい、じゃあはるちから見ようかな。ラスト。はい、いや俺もこれ、間違えた。みぞはこっち書いちゃった。おい、昭和かよお前それ。頭良すぎたゆえにできた感じみたいな。まあそれも立つって読むけどね。じゃ答えいきましょうか。そうそうそう、これ、よしよし、よし達人です。あの、はい、最高の達人の達人です。回答なんだこれ本当に。俺の身の回りのことだ。いやそうです、そこすらも理解して。そうそうそう。3問目、はい、回答はお父さんお母さんに何て呼ばれているか。はい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 。昨日も聞いた気がする。無限にできるんじゃん。ゴリラお母さんだけだったら、あ、これかなってなるけど、お父さん共通してたことでしょ。うん、共通してる、大体共通してるね。人生の9割ぐらいはこれで呼ばれてる。え、そうだった、どうしよう、なんかめちゃくちゃイレギュラーなもん来たら。だとしたら親がやばい。じゃあ、小林から。かいちゃん。はい、かいちゃん。はい、みぞ。はい、じゃあ全員同じってことね、答えが、はい、じゃあ答えいきましょう。確かに確かにそう。かいちゃんって呼ばれてます。僕はパパ、ママって呼びます。イライラ。かいちゃん正解。ラスト似合わん言動を一緒に。ババアって呼んだからママのこと。先生じゃん。2点、2点、3点。お、そうだ、今ミゾと並んでる。そう、ミゾと同点。じゃあ4問目いきます。ちょっと難易度上がります。何でも来いよ。カイトが今行ってみたいところは。わからん。いや、わかるか。もうわからん。俺ね、めっちゃ行ってる。結構前から抽象的でいいよ。ずっと前から行ってるよ。え、ずっと行ってるよね。補足しい、これ旅行に行ってみたいところ。あ、旅行。うん、そんな、そんな感じ。え、何がどう。出てみたら。あ、旅行。チームから。チーム。石川県。いや、その月にそうみたいなとこ。あ、違うよ、違うよ。ノベルブレッド直系だから。違います。北海道です。あ、言っとったわ。百楽荘ね。そう、百楽荘。なんかも最初それ書いてたけど。じゃあ行きます、答え。あ、やべえ。北海道。はい。でかい。バモス。なんで今の俺の ボケを拾ってくれなかったの。え、嘘だ。北海道でかい。オッケー、よかった、マジか。正解、北海道。百楽荘はもう何回も行ってるから、そうそう、思ったずっと行きたいけどね。すごいな小林、よう覚えてんなお前。はい、じゃあ回答5問目です。これはそんなに難しくないかな。カイトの好きな体位は2つ言ってるんで、どっちか合ってればいいですよ。ひらめいちゃった、これ言っとった。最高説だもん俺はね。最高だよ、ほら。いや、ちょっと待って、これでやっぱ下がしょ。行きます。じゃあみぞから。対面剤。対面剤。それそれそれ、ネバック。お前だけボロがおもろいもん、ネバック。まだ対面剤だって。答えいきますか。はい、バックか対面剤かな。はい、よし。ネバックは残念。対面剤正解。イエーイ。
や、ネバックもちろん好きだけどね。お尻なの見えないし。カイトがネバック言ってるのは、女の子が耐えられないっていうイメージだけど。そうだ、肋骨がボロボロなんじゃない。一応私考えたことが、足ピンできる体のやつだっけ。俺別に足ピンできる体が好きなわけじゃないからね。3ポイント、3ポイント、4ポイント。あ、やっぱ小林がリードしてんだね。次、第6問です。カイトが好きな女の子の部位は？うわ、どっちだろう。いっぱいあるよね、部位って。頭、うん、肩。俺が女の子の好きな場所。何この質問でか。俺これやな。てかさっきの対面剤も俺普通に正解だったから実質俺思いついてたし思い出せなかっただけで。ダメだよそれ。ハルチカンじゃない。お尻。ケツ。はい、それ違うんだって。そういうのじゃない。いいその前置きだ。いい黙れ。尻とかおっぱいじゃない。絶対に。歯です。そうそうやっぱりな。女の子歯見ちゃうみたいな。そうそうそう。だからハルカは歯かおっぱいかお尻のその三択だった。でもいやキモ三択。でも筋トレするときにお尻の方を注力してくれるからいつも。だからお尻なんだろうなと思って。じゃあ答えいきますか。これ言ってたよマジで。出しといてね。やばい。尻。答えはケツでーす。ケツでかすぎやろ。歯は俺が言ってるのは歯が綺麗な人がいいって言ってる。歯単体ですけど、ね、歯を見ちゃうってことね。俺は全員4ポイントだ。あ、並んでる。次が第7問。カイトがアニメの作品に入れるならどの作品、あと理由。歯すごいなるよこれ。全部あったらこれどう難しいんじゃない。こんなん可能性無限大すぎるでしょ。ただこれヒントがその理由を通ってるからね。通ってるって。いや俺もう絶対当てれる。もう絶対当てれる。 俺しか合うから。次何だ。じゃあ小林から。妖術、うん、ようこそ実力至上主義の教室出て。はい、逆のルールが面白いし、あの世界でトップになりそう。直撃のソーマ、うん、理由、作業中のご飯が美味しそう。ソーマ、ソーマ、ソーマ、妖術で、うん、やっぱ妖術言えばかな、推しがいるから。る、ね、やっぱ妖術なんかな。カスみたいな。俺もここスッだから。ここだ、そこを狙いに行ったの、ね、じゃあ答えいきます。直撃のソーマか、ようこそ実力至上主義の教室でみたいな。妖術、まあ理由は父がでかいから、登場人物全員。ちょっと待って、俺これ考えたらいけないな。ちょっと待って、直撃のソーマか妖術。やったー。理由はおっぱいがでかいから。お前やー。じゃあお前らよう考えて、それしか理由ないから、あの世界に入る。カマキリエリナで抜いたな。全員スタイルいいからね。お尻もプリッチしてるし。ワンピースもじゃあそうじゃん。忍ぶってブサイみたいな。忍ぶって若い頃は可愛いけど、大人になったら妖術はまあシンプルにおもろい。何回も言われるから変えちゃう。8問目。はい、あと3問です。カイトが女になれるなら一番最初に何をする。これはね、中学生的な考えじゃ絶対ない。そんなくだらんことするやつなんてカイト思ってない。俺もそうは思う。もっと深い、深いよこのカイト。俺が一番知られたのはこれだ。結局クソくだらんことにたどり着くな、カイトの場合。じゃあキモい溝から。女性専用車両に乗りまくる。いや俺ら東京で、俺ら東京で一回やばいことしたわ。スカートを履く。こいつ履いとったよ、この自信満々に。本当に可愛く女の子的にスカート履く。ビスケか俺。マンコを深めにプニッとする。どういうこと。深めにプリッチャーやってみて一回。え、だからこういうこと。今はイエーイ、サマンの気色悪いな。じゃあ答えいきましょうか。お願いします。汗だくになる運動部の更衣室に行って、俺もこう一緒に着替えたいね。女風呂って言うと思ったでしょ。そんなみんなが言うような答えはしないよ。ぜーそれを超えとる。汗だくの運動部の、正解は運動部の更衣室に入るでした。わからん。いや近い答え。若い女の子が汗だくになって部活で、汗だくから制服に着替えてると思う俺。はい、落としたもん。見れんよ。え、いいんだよ見れんけど、その空間でおることが大事なんだ。こいつやっぱサウだったのは。やっぱりザーやばいやばいやばい。だからむずいって言っとるやん。これむずいんだって。9問目やばい。カイトが10年前の自分に言いたいことは。中学生って覚えてる。中学生、俺は何を言いたいんだろう。中学生の頃の俺に何をやってる。中学生の頃の俺は 750m 泳いでるぞプールで。伝説の、ね、伝説。分かってくれよ。ボケそうなんじゃなくて。
ボケ取るかどうかだけ言おうか。ボケ取るでしょうね。よし、危ねじゃあ、そんなわけないよ。チェックルしていい？就職しなくていいぞ。だいや、今では言え。100万人とか言ったら言えるかもしれない。一応就職しとけば言えるかもしれない。車のローン組めねえぞ、つって。一括しか無理だぞ。じゃあ、小林から。なんか思ったより黒いぞ。確かに言いたいかも。うんちは漏らしても大丈夫。いや、じゃあ、損じてめっちゃ漏らしとったんじゃないか。元本に気をつけろ。おい、誰やねん、マジで。僕の体育教師ですね。答えいいっすか。はい。10年前の自分に言いたいことはね、変な AV を見すぎて、30何万円請求されるんですけど、その変な電話番号に絶対電話をかけちゃダメ。怖い人が出て、払いませんって言うと、その場合はもうね、めちゃくちゃにしてやるから、みたいなこと言われちゃいます。電話はかけちゃダメ。うわぁ！うわぁ！答えは変な AV 会社に電話をかけちゃダメでした。めっちゃ怖かったんだ、俺家で。変なとこクリックしたら、あなたに何々円の請求が来ています。電話かけたら、めっちゃ怖い人が出て、俺怖くて切っちゃって、兄貴に相談したら、嘘はかけちゃダメだよ。よかった、つって。最初騙されるわ。いや怖いもん、めっちゃ怖い。かけないかんって思う。夜眠れんかったもん、普通に怖くて。いや、マジで。ずっとどうしようってことで頭回っとって。いや、全員5点だ。でもこの話はしたことあるんですけど、これはいける。最後に持ってきた、あえて。この漢字1文字で表すと何か。うわ、これ2択だな。はマジで言っとる。うん。これはいける。これはもう最後に持ってきたの。サービス問題として。俺以上に似合うやついないよ、この言葉。俺、あるチカラミは男。いや、エルフマンか男。え、お俺チカラ。おー、うわ、それともなった、それともなった。男は絶対違う。同じ方法、答えいきますか。はい、男。うえー、正解は男でした。いや、素晴らしい、素晴らしい、よく当てた。よし、違う、俺男って最初書こうとしました。ねえ、俺本当に男って書こうとしちゃって。小林何点？5点。俺のランチね、6点。ということで皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントたくさんお願いします。かしくチャンネル、はるちのインスタグラム、 TikTok のフォローの方もよろしくお願いします。カッターが重要です、はい、みんなのクレジットカードの、あれ、番号、暗証番号送ってください。かゆちゃん、Amazon の欲しいものリストも送るんで、いっぱいプレゼント送ってくださいね。それじゃあまた見ててね。